よ。いやいや。行くしようか。お、結構逃げたか。脱走してる？結構。いた。わあほんまや。かわいいな。わあほんまやね。あいいとこ。これ。うん、1時間前ぐらい、ね。あ、1時間前に。ポンポンと来て。ポンポンと、よかったですね。はい、雨がちょっと闇上がってよかったですね、今日。まだね。ありがとうございます。おお、あ、割とでかいですね。20超えてる感じか。おお。まあまあどんどん早い時間増えんや。あ、そうですか。あ、もうどんどん釣れたんです。朝晩ぐらいか。あ、そうですか。大きいはもう23センチ以上ねえ、ありますね。うちの大きかったですか、それ。あ、でかかった。おお、40代のね、深瀬釣りですかね、テトラの。多かったですね。なかなか地合いはあるということですよね。ああ、そうなんですか。イワシ釣れました？いや、イワシも釣れない。ああ、そうですか。根魚狙いでもサバ。ルアーでもサバばっかりです。ルアーでもサバでしょうね。ね、まあ、だんだん大きくなりますから、またね。はい、ありがとう。西宮渓村、サバ相変わらずよく釣れてます。今日はタコ確認できました。それと、カタクチイワシは、数はちょっと少ないですけども、一つ目カーブの手前ぐらいでいくらが釣れてます。